ウィークウィークは日本の競争馬主なカチクラに2010年の菊花賞がある。場名の由来は重大な州2009年9月のデビュー。当初より幾度も頭の高い双方を旧車スタッフやメディアで指摘され、後にシャドーロール装着による強制が行われている。途中添えで5ヶ月休養したものの休み明け2000名。デビュー6000名2010年7月に初勝利を。 上げてからは3連勝、神戸新聞杯に出走、距離延長をするたびに、それを懸念されたものの結果を出し、3着に入り、菊花賞の出走権を手にする。菊花賞優勝時迎えた、菊花賞で、陣営は、切れる足は使えないが、長くいい足を使える馬。体型的にも距離はこなせそうと同馬に対し、コメントを残すが、上位との0.5秒差は少し差があると、 両レースは7番人気で勝利した。レースでは、大逃げを打つコスモラピュタを前に3番手を、追走、3コーナー手前で2番手に上がり、直線に向いてからは残り150メートルほどで前を、行くコスモラピュタを捉え先頭に出ると、そのまましっかり足を使い後続の追い上げを封じて、優勝。重賞初勝利を、GI で飾る快挙を成し遂げた。 バゴサンクによる JRA の GI 制覇も初めてとなった。場所の谷水雄三は、父の谷水忍と不死でクラシック三冠を達成。管理長教師の長浜博之も史上11人目のボバクラシック三冠達成となった。障害飛び越しするビッグウィーク2013年7月に障害に出走して勝利を挙げた。クラシックホースが、 障害競争に出走したのは、1965年、菊花商場の大クォーター以来である。左アサク権園を発症し、9ヶ月以上の休養を要する見込みであることが判明。2014年5月25日付で、競争場登録を抹消した。引退後は、京都産業大学馬術部で乗馬となり、ジェミニという場名で活躍。その後鳥取県の大戦乗馬センターに移り、 2020年11月から引退名馬つなぎ養天寺事業の対象場となっている。ありがとうございます。